グスターフ・アドルフ・フレデリック・モーレングラーフは、オランダの地質学者、生物学者、探検家である。南アフリカとインドネシアの地質学の権威であった。内名変に生まれた。ライデン大学で数学と物理学を学んだ。1882年から、ユトレヒト大学で学び学生の時代に、スリンガーとカール・マルティンに率いられた、オランダ領アンティルの調査に加わった。 シント・ユー・スタティウス等の地質の研究で博士号を得た。ミュンヘンで結晶学を研究し、同時にアルプス産無薬くの地質の研究をする機会を得た。1888年にアムステルダム大学の教職を得、後に教授となった。アムステルダム大学在職中に南アフリカの金鉱脈の調査やボルネオの調査を行った。 1897年トランスバール共和国のステートジオリジストに任じられトランスバールの地質調査を行った。この調査で世界最大の相乗管入岩体であるブッシュフェルト複合岩体を発見した。1900年にボーア戦争のためオランダに戻り、オランダでトランスバールの地質についての法文をまとめセレベス島での金鉱脈の研究を行った。 地質学者としての評価が高まり、1901年、南アフリカに戻り、地質学のコンサルタントとして働いた。1906年に、デリフト工科大学の教授となった。1910年から、ティモールの調査隊を率いた。1927年にも、ハーバード大学の南アフリカの調査に加わり、アレクサンダー・デュ・トワと出会い、両者は、当時の地質学者としては、数少ない。 アルフレート・ベイゲナーの大陸移動説の支持者となった。1936年にロンドン地質学会からウォラストンメダルを受賞した。ありがとうございます。